どうもサボリです。だいたい1週間が経ってアリの巣を作ります。小さいミニ水槽です。穴を開けます。もうなんとなくで、そしてこっちは悲惨ですね。こっちは乾燥してる、半分以上こぼしてる。よし、もういいや、もういい。よいしょ、部屋を作ってやります。部屋は1、2、3、4、5個、部屋は5個です。ここはね、細く、そして仕上げていくか。うん、部屋は大体できた。乾燥してから、1週間乾燥してから硬くなりました。硬くなりました。はい。レイアウト作りです。素材はこれら。手持ちの素材を利用して。ぴったりです。ここ穴がないんですよ。穴を開けます。ドリルの刃がもうほとんどない。よし。穴が開きました。うん、ぴったりだ、ぴったりだ。まだね、まだ貫通してませんね。貫通させるか。これ外した方がいい、外した方がね、外した方がいいな。開いた、開いてる、開いてる、開いてる。よし、ちょっと失敗したな。ちょっとね、段差になったな。修正します。よし、うん、こんな感じですね。少し修正しました。次はね、きついか、ギリギリな、あ、ぴったりぴったりぴったりです。ここのね、割れたとこ、ここに穴を開けなきゃいかん。失敗するとあれですね、脱走されちゃうな。なんか嫌な音してる。これぐらいでいいか。うん、なんとかなった。よし、ちょっとここら辺を修正します。よし、こっちもちょっともう少し切るか。あとね、ここら辺無駄にね、厚いんで削っとこう。よし、片付けなきゃ、片付けながらやろう。水で少し洗ってきました。一旦ね、乾いてるんで水で濡れても大丈夫です。ガラスも洗ってきました。うん、ぴったりかな。逃げられるかもしれないんだ。よし、よし、いいですね。あと石膏をね、埋めてきます。こう砕けたやつ、砕けたやつを入れてきます。こっちもか。なんか埋めよう。発泡スチロールでいいんだよな、発泡スチロール。これで埋めよう。うん、あとはね、石膏を作ってきます。今回は薄くていいと思います。いや、これ薄いだ、薄い薄い。
薄いって言っても限度がある。あ、結構あれだな。よし、こんなんでいいかな。やべえ、侵入する。よし、あとはレイアウトだ。あとはレイアウトです。これってどういう意味なの。よし、いい感じかもしれない。見えんくなった。ちょっと、まあいいよ。 こっちもやんなきゃダメだ。乾いてきた。こっちもやんなきゃダメ。乾いてきてる。こっちレイアウト組めるだけのスペースない。こっち石組みしよう。石にしよう。スペースがないんだもん。よし、こっちはもうレイアウト、もうレイアウトのな、ダメだ。狭すぎて無理です。いやー、これ余った。こんなにも余った。もなんか有効活用する。有効活用しよう。固まってきてる。無理か。割れちゃったな。まだ半乾きですね。今のうちに余分なところを削ってあげて。山肌を出していきます。根気のいるね、仕事ですね。以前は雪山だったんですけど、雪景色ではありません。細かい作業が出来上がりの差になるんで、なるべく妥協しないように。いや、これね、石膏に色塗ればよかった。最初に石膏に色付けする。それでね、かなり違ってましたね。失敗したな。白だとちょっと目立つな。よし、こんなとこかな。あとは先にこっちもやるか。先にこっちもやろう。岩肌を出していきます。いや、硬くなってる。あ、床材は熱帯魚用の土ですね。これを引いていきます。
どうだ、ここが入り口が、入り口やばい。ちょっと撮影用にね外すか。やっぱりよし、やっぱ入っちゃうな。入ってもいい。入った。これはいいの、入っていいの、入っていいの。できればアリンコに運んでもらいたかった。あれで突っ伏せるか。できました。うん、まずまず成功です。レイアウトはね、何レイアウトだ、一応ねグランドキャニオンとか、あるいはテキサス、そんなのをイメージして作ったんですけど、いかんせん小さい、ほんとね小さい、小さいんですよ。これだけしかスペースないから、ほんとね苦労しました。はい、こっちはこのまんまかな。以上、アリの巣作り後編でした。ありがとうございました。流木使うの忘れてた。どっかちぎって刺しとく？無理か。割れちゃったな。